h スとは、アドバンスとグライケーションエンドプロダクツの略語であり、終末糖化産物、高気糖化生成物などと訳される。タンパク質、または脂質が等へ暴露されることによる糖化反応によって作られた生成物の総称であり、体の様々な老化に関与する物質と言える。現在判明しているだけでも、h スには数十種類の化合物があり、 それぞれが多種多様な科学的性質を有する。エイチスの例としては、n イプシロン、カルボキシメチルリシン、n イプシロン、カルボキシエチルリシン、アルグピリミジンなどが知られている。類似の概念に過酸化脂質に由来する、終末過酸化産物がある。エイチスは、糖尿病、アテローム性動脈硬化症、慢性腎不全、アルツハイマー型認知症などの変性疾患を、 悪化させると言われる。糖尿病の血管系合併症の原因ともされる。活性酸素による細胞障害を加速し、機能を変化させるという。h スは、アドバンストグライテーションエンドプロダクトという英語の頭文字、A 字に加えて、それが複数形であることを示す、S を付して名付けられた。N イプシロン、カルボキシメチルリシン、N イプシロン、カルボキシエチルリシン、 アルグピリミジン、ペントシジン、ピラリン、クロスレ、ガピリジン、N オメガ、カルボキシメチルアルギニン、フロイルフラニルイミダゾール、クルコスパンなど、多数の化合物が特定されている。エイチスは、体外、体内の双方で生じる。特に、タンパク質の透過反応で、タンパク質に炭水化物が非酵素的に結合する。この過程で、シフ、塩基のアマドリ転移が発生して、 甘り化合物を経由する。食品の加熱調理は、エイッチスを増加させる。外因性のエイッチスは、食品の加熱で生ずる。調理する前と比べると10から100倍に増加する。食品としては、肉、バター、一部の野菜に、エイッチスが含まれ、調理のうち、特に揚げる、ローストする、焼くなどの水を使わない。調理法で大きく増加するが、茹でる、煮る、蒸す。 電子レンジ加熱するなどの場合は、比較的増えない。脂肪とタンパク質が多い動物由来の食品は、一般的にエイジが豊富で、調理中にさらにエイジが形成される傾向がある。1997年の研究では、卵白に砂糖を加えて加熱することでエイチスが200倍に増加することが示された。食品の一部は、体内で、糖化反応を起こす。 エイチスによるストレスを含む健康な体内での総合的な酸化反応ストレス、過酸化反応ストレスは食事で摂取する外因性エイチスやフルクトースやガラクトースといった反応性の強い糖の消費量に比例する。なお、低分子量のエイチスのみが食事から吸収され、菜食主義者は非最食主義者と比較して全体的なエイチスの濃度が高いことが分かっている。 したがって、食事から摂取されるエイチスが病気や老化に寄与するのか、それとも内縁性のエイチスだけが重要なのかは未だ不明である。このことは、食事から摂取されるエイチスが健康に悪影響を与えるという可能性から解放されることを意味するものではないが、食事そのものから摂取するエイチスに注意を払う価値が血糖値を上昇させ、 Hs の形成につながるような食事に注意を払う価値よりも少ない可能性があることを意味している。低カロリーダイエットをすると短期的に Hs が減少することが報告されている。糖尿病の場合、細胞内へのグルコース取り込みを制御できない細胞では高血糖により細胞内グルコース濃度が上昇する。 細胞内グルコース濃度の上昇は、シトクロム BC1 複合体が、電子伝達系を停止させるほどの大きさの、陽子勾配を作り、など及び、ファット濃度の上昇を起きたす。その結果、ミトコンドリアで、活性酸素が生成され、DNA が損傷して、パープ一1が活性化される。ついでパープ一は、グルコース代謝酵素の一部である、ゲイッピーを ADP リボース化して、 不活性化させて、代謝の早い段階で中間体グリセルアルデヒドマイナス酸が蓄積する。キャップは三炭糖リン酸イソメラーゼで、ジヒドルキシアセトンリン酸となった後、メチルグリオキサールシンターゼで、メチルグリオキサールとなり、網の元と反応して、エイチスを生成する。喫煙は、エイチスを増加させる。これは、は、タバコの葉乾燥させる際に糖が存在すると、 生成され、喫煙により、これらの HS が肺から吸収される。血中、HS 及び皮膚中、HS 濃度は、非喫煙者に比べて喫煙者で高い。HS は、体内の細胞や、分子のほぼ全てのタイプに影響を与え、加齢の一因でかつ加齢性慢性疾患の原因で、あると考えられる。糖尿病の血管合併症の原因ともされる。 糖尿病患者の高血糖性の酸化ストレスや高脂血症などの病的状態ではエイチス生成量は通常より多い。エイチスは妊娠糖尿病の炎症性因子としても知られている。動物及び人では多量の外因性エイチスが吸収されて体の負担となりアテローム性動脈硬化や腎不全などの原因となっていると言われる。ただし、味噌、醤油、 コーヒーなどに含まれるメラノイジンは強い抗酸化作用を備えており、摂取することで様々な健康の増進につながるとされてきたので、食物から摂取するすべてのエイチスを体に悪影響を与える物質と考えるのは誤りである。エイチスの生成、蓄積は加齢に関係する疾患の進行に関連する。アルツハイマー型認知症、心血管疾患、 脳卒中を誘発する。h スの障害過程は過強と呼ばれ、細胞内の障害を引き起こし、アポトーシスを誘導する。また、水晶体内に光感受性物質を生成し、白内障を進行させる。筋機能低下にも h スが関与する。h スは、下記のような幅広い病理学的影響を有する。タンパク質は通常理心残機を有する。人の場合、 細胞核内のヒストンに最もリシンが多いので、そこに透過タンパク質 N イプシロン、カルボキシメチルシリンが生ずる。レ時ジと呼ばれる受容体が肺、肝臓、腎臓の血管内皮細胞や、ひらな目筋、細胞、免疫細胞など、多くの細胞で発見されている。この受容体に HS が結合すると、アテローム性動脈硬化症、気管支喘息、関節炎、 心筋梗塞、腎障害、網膜症、歯周病、神経障害などの慢性の炎症が発生する。これは転写因子カッパ B が活性化されることによる。NF カッパ B は炎症関連遺伝子のコントロールに関連している。人固定と糸球体の模式図図下方右から輸入細動脈が入り、糸球体を形成した後、下方左の輸出細動脈に至る。 糸球体を囲む白い扁平な細胞に囲まれた玉を子球体脳と呼ぶ。体から排出される場合、まず h スが結合した細胞内タンパク質が分解されて h スペプチドやエイジフ化物になり、血中を通って腎臓から尿中へ排泄される。細胞外マトリックス上皮組織、細胞外マトリックスのタンパクは分解されがたく、h スの排出の妨げとなっている。 エイジ孵化物は尿中に直接排泄されるが、エイチスペプチドは一旦禁煙尿細管の上皮細胞に取り込まれ、リソソーム系で分解されて、エイジアミノ酸となる。このアミノ酸は、腎臓の内空に戻され、排泄される。エイジ孵化物は、エイチス排出の主要要素であり、エイチスペプチドの排出は少ない。慢性腎不全患者では、血中、エイチスが蓄積している。 細胞外に排出された大きな h スタンパク質はそのままでは人固定の規定膜を通過できないので先に h スペプチドや、A、ジ付加物に分解される必要がある。抹消のマクルファージや肝臓の血管内皮細胞、クッパー細胞がこの分解を担当する。肝臓の関与についてはかつて争点となった。膨満脳に侵入できない。 大きな h スタンパク質は、血管内皮細胞やメサン。h ス受容体の活性化は、TNFβ などの様々なサイトカインの酸性を誘導し、金属プロテアーゼの阻害物質を生成し、メサンギウム基質を増加させて、子宮対抗化症の原因となり、腎機能を低下させる。h ス付加物や h スペプチドは、h ス排泄の唯一の方法であるが、それらは、 Hs タンパク質よりも反応性が高く、糖尿病患者の病態持続に寄与している。それは、患者の高血糖症が管理された後も継続する。Hs のいくつかは酸化反応を触媒する、科学的性質を有している。0ジの活性化により、などオキシダーゼを活性化させ、ミトコンドリアのタンパク質に損傷を与えて、機能不全に導き、酸化ストレスを増加させる。 この場合、エイチスの酸化効果を止めるには、抗酸化剤を用いた継続的な治療が必要となり得る。治療には、効果的なエイチス排出が必要で、腎機能低下によりエイチス増加している場合には、最終的には腎移植が必要となる。糖尿病でエイチスの生成が増加している患者では、腎障害が進むことでエイチスの排出が遅くなり、エイチス濃度が増加して、 腎障害が、ますます進行する。エイチスは、現在研究中の物質である。エイチスを減らす方法には3通りが考えられている。エイチスの生成予防、エイチスの過剰切断、エイチスの影響除去である。実験的に、エイチス生成予防効果が確認されたものは、ビタミン C、アグマチン、ベンフォーチアミン、ピリドキサミン、アルファリッポ酸、タウリン、 アミノグアニジン、アスピリン、カルノシン、メトホールミン、ピオグリタゾーン、ペントキシフィリンである。レスベラトロールの構造式、ラット、マウスを用いた研究で、レスベラトロールや、クルクミンなどの天然フェノール、フラボノイド類及び N、アセチルシステインにエイチスナフの影響を取り除く、作用があることが示された。ポリネシアから、ミクロネシア地域で常用される、嗜好品カバに含まれる、 カバラクトンに、タンパク質の糖化、脂質化酸化を抑える働きがあるとの報告がある。アラゲブリウムや、類塩物質の ALT-400。しかし、h スのうちで最も頻繁に見られる、グルコスパンを分解する、医薬品は知られていない。その一方で、アミノグアニジンなどの化合物は酸でオキシグルコソンと反応して、h スの生成を抑える、可能性があるとされる。 トリアゼピノンの分子構造また、高等尿病薬のメトホルミンは0ジを減少させ、活性酸素子を減少させて、Hs の生成を抑制するほか、Hs 生成の中間体であるグリオキサールや、メチルグリオキサールなどを補足して、トリアゼピノン誘導体を生成する。高圧薬である、アンジオテンシン身通需容体気候薬やアンジオテンシン、変換酵素阻害薬にも強い Hs。 生成抑制作用があることが知られている。これはアーコスの補足による作用ではないが、詳細は不明である。血液から抗体を使って測定する方法や皮膚に光を当て測定する方法などがある。ありがとうございます。